武田が魂この群れに。信玄公、我が師よ、わしはあなたとの戦に負け多くを学んだ。今こそそれを見せる時だ。雪村よ、武田の未来をお前に託す。頼んだぞ。親方様。真田の大将は今や押しも押されぬ徳川軍、俺ががむしゃらに突き進んでどうにかなる相手ではない。これに対抗するにはただ一つ、京王石田三成。起こしてくれるな。私は静かにしていた。昨晩も見た。あれが壁楽の城。踏み入ることは。
ここで翼の生えた虎と並ばす。示してみせろ、虎の後詰めは真田幸村ってな。あれは何だ。不思議な夢だ。この幸村に何かを。明らかに眠られよ。このままずっと攻めだけさせてやれりゃね。これ一人生き残ったって。お前はなぜ私に。元よりこの幸村貫く他に芸なく。帰ったら絵日記に書いとこ。あれ、いつの間にあんなところまで。梅雨払いなら俺様がやるって。この雪村に貝の虎の影を見よ。これがサスケの言うリズメの戦か。聞こう、私に会い何を語る。早すぎて決着を見逃した。頼りねえけど頼ってほしいんです、俺たちを。
森はいい。森はいつでも私の味方だ。分かってるな、大将。分かっている。分かってはいる。親方様はなぜ徳川殿との戦を望んだのだ。親方様のご容態が心配だ。この状況を盛り返しご安心いただかねば。私の死はない。森の中で例え苦しみの宮底にいようとも、この雪村必ずや這い上がってみせようぞ。もしこの歩みが止まる時があるならば、どうか叱ってくだされ、親方様。どうした大将、何かあったのか。いや、徳川家康。